ずっとシンガポールのアルファズに会いたかったです。このステージに立つことができていること、とても光栄に思います。XG、XG が9月15日に開幕した、フォーミュラー1シンガポールエアラインズシンガポールグランプリ2023のパダンステージで開催されている音楽フェスに初出演を果たした。XG にとって東南アジアでのライブ出演は今回が初となる。画像、 XG のステージの様子、ライブ写真全8枚。XG は、ポストマローン、ロビー・ウィリアムズ、カルチャークラブラ K139 組のアーティストが出演する同フェスの88ライジングプレゼンツのメインステージに登場。大歓声の中、迎え入れられた XG は、マスカラ、シューティングスター、レフトライト、トギフ、ニューダンスの5曲を歌唱し、 堂々とした圧巻のパフォーマンスで観客を魅了5月に米ニューヨークで開催された88ライジング主催の大型音楽フェスティバルヘッドインザクラウズニューヨークミュージックアーツフェスティバルに続き会場には観客による大合唱が巻き起こった MC ではメンバー全員シンガポールに来るのが初めてですが皆さんにお会いすることができてとても嬉しいです ずっとシンガポールのアルファズに会いたかったです。このステージに立つことができていること、とても光栄に思います。と英語でコメントを残した。なお、XG はファーストミニアルバム、ニュー DNA を9月27日にリリースする。